えっときっかけは、えー、コロナ禍におきましてステイホーム期間中文化を盛り上げていたのは間違いなくゲームの世界だというふうに思っておりますあの各い私の家族も私もそうですね10年以上実はゲームから離れていたんですけれどもステイホーム期間中にゲーム機をまた買いまして。 家族ででゲームを楽しむ楽しんでおりましたで私はそうだなこの正方面期間中何やろうかなと思った時にいやそうだあの以前やって心に残っているゲームを何かもう一度やりたいなって思ったんですその時に思い出したのが「ファイナルファンタジー10でプレイステーション2の時に「えー、ファイナルファンタジーを1」を、え、2001、ー、年にさせていただいたんですけれどもその時にゲームではなくて 映画を見ているようなな感覚になったんで,す、ね、であの登場人物たちがフルボイスで声を入れてくださったりとかその以前のゲームまでは自分がその主人公の視点でゲームをしていたんですけれども私がそのキャラクターの感情に移入してキャラクター目線でプレイしてしたのが「ファイナルファンタジー」 だったんですフファァイナルファンタジー10の世界でで非常に感動したんですねそれがずっと心に残っていたんでステイホーム中に「あのファイナルファンタジー10を始めましたまたその時に、えー、攻略本とか <laughs> あの読んでいた時にいやこれはあのー、以前新作歌舞伎を作った時から少し時間が経っておりまして次なる新作歌舞伎また作りたいなと思っていた矢先のステイホームでしたので。 その時に「ファイナルファンタジー10に巡り合いこれは今のこのコロナ禍の状況そして戦争が起こっている悲しい状況の中できっと力強いメッセージになるのではないかということを思い仲間たちと相談して企画書をまず書きまして「クエアエニックスさんの門を叩きましてその時にまだあの対面での面会っていうのはできなかったものですから。 ビデオレターを作らせていただいてスカイネックス様に送らせていただいたのがきっかけでございます。